皆様こんにちは。本日はですね、またシリコン洗車をですねやってみたいと思いますが、あれパサートってシリコンは全部やったんじゃないのっていうお話でね、まあちょっとだけねご質問があると思ってですね、まだルーフのところはですね全然手つかずなんですよ。これは我が家にこの車が来てからそのままでございますんでね、改めて見るとすごいですよね。まあ屋根というのはですね、苦戦される方が結構いらっしゃるわけですよ。それでね、やっぱりなんて言いますかね、 YMT ですね。 YMT やらない、見ない、適当、どうですか、ハマってませんか YMT。 いろいろ考えたんですけど YMT しか思い浮かばなかったですね。でまあ、最近のモデルはですね、背の高いモデルがすごく多くなってまいりましたので、当たり前ですがね、日常は吹けないというのがありますね。このパサートもですね、脚立に乗らないと確実に上の方までですね見渡すことはねこうできないわけですよ。で SUV とかがねやっぱり多くなってくると、当然ここはですね手薄になってしまう箇所ではないかと。だから先週お伝えしたですね、このクリア割れがですねあるんですよ。屋根がね最初にもうハゲハゲになっちゃうっていうケースの場合ね、こういうのがねきっかけになってどんどん進行していくわけですね。なのでね、これは早く処置しないといけないパターンなんですよ。だから屋根に関しては YMT やらない、見ない、適当、これがですね一番危ないというのをですね、まあご記憶いただいてですね、これもなんかすげえやばそうですねこれね。ということで本日はですね、ルーフをですねもう一回シリコン施工をやりながらですね見ていこうかと思います。見てください、もう全く何も効いてない状態なんですね。すごいでしょ、ベター撥水なんかあったもんじゃないと。でこうやってですね、なんか水を弾くところは、これはディポジットに、ね、なっているようなところでございますね。まあ、とにかく綺麗にですね、していただくと、でその時にね、噴霧器を使っていただくと非常にやりやすいでございますので、でこの手のホコリがですね、蓄積したところはハケをね、こう使っていただくと。いろいろとですね、お話を伺っていると、どうやらボディについている砂の量も半端でないということがね、だんだんと私も分かってまいりましたのでね、砂落としをですねしっかりしていただくというのがね、まずは大事ではないかということでね、こう砂落とし最優先でですね最近はやっておりますが、でまあハケでねパウダー状の砂をどけていただければ、もうあとはショップタオルでね優しく撫でるだけで綺麗にですねうまくね落とせますんでね。なんでこの辺り見てください、結構綺麗になったでしょ。このねハケとねショップタオルの組み合わせはね、本当にねあの下地を出すにはね最適ですのでね、ぜひねご活用いただくとねいいと思います。で分量のねお問い合わせっていうのが結構ねあるんですよ。でドブ付けの分量というのはですね、私いつもねこういうふうにね塗ってね、でこれをねまあ、こんな風に叩いてね入れてくださいねっていうお話してるんですね。でこれねすごいベトベトじゃないですか。でね最初の眼振はねこれぐらい必要なんですよやっぱり。ちなみにですねこれあの KF96 のねスプレータイプなんですが、ちょっとね吹いてみましょうか。ここねこれぐらいの量しかいかないですね。このフルプラさんのやつでやるともう全然分量が違うでしょ。こっちぐらいの量でいいと思ってるんですね、眼振させるのに。相手はですねすごい砂ぼくりなんで、なかなか無理なんですよそれはね。なんでこれぐらいはね拭いていただいて、こうやってね眼振させると叩いて圧力をかけるんですね。でもう一つですね、お伝えしておくと、このシリコンにですね混ぜ物をして何か改善策はないかとかっていうご質問があるんですが、あのね人間の方に寄り添い始めると、こういうのって性能がねだんだんと減衰するんですよ。でこれはあくまでですねシリコンの特性を 100% ね出して、で撥水をですね
効かせてきれいにしていこうというものなので、この人間が面倒くさいと思っているところをですね、改善してしまうとシリコンの能力が減衰してしまうんで、混ぜ物は私は基本的にしない方法でやってるんですね。最初のね、一歩目だけをクリアすればシリコンはですね、ムラなくきれいにだんだんと塗れるようになりますのでね、まあ、そこだけをクリアするためにですね、何かを混ぜて、ある意味使いやすくするとかっていうことをやると、シリコンの能力が減衰するので、私はこのまま使っていただくのがベストではないかと思っております。ちょっとね、軽く濡らして、このフルプラのですね、霧吹きを利用して、これね、めちゃくちゃね飛ぶんですよ、このフルプラさんの一握りでね。もう嫌ね、全部向こうまで行きますからね、これすごいね、圧力で押してくれるんで、私はね、このシリコンを飛ばす上ですごくね重宝してるんですが、まあ量はね、前も言いましたが、こんなもんですよ。で、これぐらいでもうシリコンバーッと伸びてきますんで、あとはですね、こうひどい箇所はですね、トン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 と、日野ノニトンって言うとまた言ってるわって言われるから言いませんよ、私。これがですね、ドブ漬け促進策の一つであるというのをですね、前ご紹介いたしましたが、こんな感じですね、まずはね、ベタベタの状態ですよね。やってて足りなければビューッとですね、また一筋でいいですよ、これ一筋でね、一筋の道を引いていただくだけで、このように何とでも伸ばすことができますよね。で、こういうふうに塗りたいですが、まだね、砂がね微妙に残ってる可能性があるので、このような感じで叩いてくださいねというお話なんですね。もうこの状態はさすがにないと思いますが、この状態で使わなければいけないと、車をいう時はですね、まあ、ホコリが噛むことを想定してですね、またしっかりとですね、水で洗い流す準備をしておかないといけませんので、まあ、お気をつけくださいね。で、最終的にはこのシリコンを全部拭き取ると、拭き取ってツヤを出すというところまでやっていって、初めてですね、シリコン第一歩目ができるという感じなんですね。今ね、塗装とかはすごくね、柔らかい方向に来てるんですよ。以前コンパウンドで傷を消せたのも、あれはですね、塗装自体が柔らかいのであまり割れずにですね、で、自分で戻ろうとするね、耐すり塗装っていうような塗装が塗られてるわけですね。時代はそういう方向に来てるんで、柔軟性がないといけないというふうに私は考えてるんですよ。伸び縮みがね、大きいんですよ。なのでシリコンはですね、このようにもう自分でですね、伸びて追従していくというね、感じになりますので、私は現代にはマッチしてるんではないかというもとでね、生シリコン顔真作戦をですね、やってるわけなんですね。なんで混ぜ物をすると方向性が全然違ってきますのでね、またその辺はご支援いただくとね、いいと思いますね。ということで、まあざっとですね、片側だけね、あっち側ね、まだ洗車の水で濡れてるだけで、こういうふうにですね、こちら側はね、水をかけて塗ってる関係でね、もう上に水がね、すぐに撥水効果で浮くんですが、あちら側はね、これベターでしょ、これ見てください、この違い、こんな感じですよ。シリコンでまずはこの黒がね、本当の仏壇ブラックになってくれるという感じですね。同じ屋根とは思えないと思いませんか。これぐらいね、差が出るんですね、シリコンがあるかないかで。なので、まあ、とりあえずね、これ許す限りね、ドブ付けしていただくと、まあ、今回私のやつみたいにですね、めちゃくちゃ砂が乗ってて危ない状況だと、まあ、最低でも 2,3 時間はね、この状態が欲しいとこだなと。で、余力がある方は土日使っていただいて、まあ、12時間ぐらいね、ドブ付けやっていただくと、今までやってきたですね、パサードの黒のね、感じが出ますんでね。で、あとはこの間やったルーフ、これまだピカピカでしょ。こんな感じにですね、ルーフ磨いた後にですね、まあアルミはどうしてもですね、腐食痕が残るんで、このアルミアルマイトのね、特殊なものが残るんですけど、シリコンを入れておくと、こうやってですね、磨いたところからそれ以上ね、進行がなくなるんですよ。きれいにね、推移してくれますんで、とりあえずね、シリコンをね、アルミアルマイトに使っていただくと、もうあのようなブツブツにはね、もうなりませんのでね、
ルーフはですね、やっぱりね、ちょっとね、最近のモデルはやっぱり脚立乗って上を眺めていただくというのがね、いいのかもしれませんよ。で、2時間ほど経ちましたので、ちょっとね、様子見に来ましたが、いつも私ね、2時間ぐらいをまあ一つ基準してるんですね。よっぽどひどい時でないと12時間ぐらいはあまりやらないですが、まあ、初めてね、やられる方はコツがね、わかんない時もありますのでね、じっくりつけ込んでいただいた方が、わかりやすいにはわかりやすいのでね、まあ、一つ12時間という時間出しましたが、まあ2時間ぐらい経てば、実際はですね、ドブ漬けのいい感じにはなりますのでね、ここでですね、まあ、シリコンを拭いてですね、ツヤ出しをね、してみたいと思います。まあ、拭き取りをね、やるときにも、ショップタオルは濡れていた方がいいのでね、ちょっとね、こうやって湿らせてください。これぐらいのね、汚れがついた状態から初めてですね、施工される場合はですね、この今塗っているこのシリコンに砂がね、混じってきております。これはですね、シリコンが未知の汚れをですね、まあ、くるんでくれているというふうにお考えいただいて、最初の拭き取りの時はね、やっぱりまだ砂があるんだぞってことを意識してですね、軽くですね、少しずつ少しずつね、こうシリコン拭いていくという感じですね。あ、砂がいるなーっていうのは手にね、感触として伝わってきますよ。ざらつきがありますからね。なのでこんな感じですね、少しずつ少しずつ拭いていくと。なんでこの時点でまだ完全に拭き取る必要ないですからね、一番分厚いね、シリコンを少しずつ取っていくという感じです。ムラも何も気にせずに、とにかく今塗ったシリコンを落としていくという感じですね。こんな感じですよ。なんでこれまだムラムラってしてますでしょ。これをまずは気にせずにね、一番上の汚いシリコンを拭き取って、安全領域確保するという意味なんですね。砂がね、完全にね、ハケでやっても取りきれない場合は取りきれないので、危ないので、予防策としてですね、まずはシリコンで汚れをくるんで、そこから取っていこうというのがね、まあここまでね、一度拭き取ったらですね、今度は完全にね、ツヤがね、出るのは、どの辺でしょうかというね、感じで拭いていくわけですよ。ツヤね、もう、出始めてますね、これね。ここで、うまく擦れたら、多分、ツヤが出るだろうなという雰囲気、感触をつかむわけですね。で、結局ですね、撥水の時点でやめていらっしゃる方がいるんですね。このシリコンはですね、限りなく薄くしていただくというのが前提なので、これね、多分この辺でやめるんですよ、みんな。ムラがある、ムラがあるって。そうじゃなくて、これをさらに吹き込む。で、ツヤを一度出していただく。で、そうすると、もうこういう部分施工で、まずは感覚がつかめますんで、その後にどん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 ね、こっちの方も吹き込んでいくという感じにしていただくとね、いいですね。で、今ね、こう何回も何回も吹いてますでしょ？で、そうするとこうやってムラが出るじゃないですか。これはまだね、含浸してないから、下にシリコンがないんですよ。なので、こういう感じになっていくんですね。含浸すれば、こうやって乗せたシリコンがすぐにですね、さーっと下にですね、うまくひっついていくんですね。で、それが今ないので、こうやって吹いたらね、ムラになると。なので、週1、3ヶ月ぐらいを見ていただいて、この吹き方の感覚とかね、そういうのをマスターしていっていただくと、もう、その時にはですね、もうボディに含浸してるんで、もうさっとですね、こんなようなムラがですね、消えるよ、という感じのお話なんですよ。で、ついでにですね、まあ、どこまで撥水が来てるのかなというのを、まずは目で確認するわけですね。こうすると、ああ、まあ、ちゃんと一応シリコンは入ってるぞ、と。いうのが分かりますので、そしたらですね、まあ、このペースで塗っていけばいいかなっていうね、シリコンの量とかがだんだんと分かってくるわけですよ。なので最初だけは多めにいくっていうのはこういうことなんですね。最初に多めにいかないと、とにかく塗ってる汚れに含浸するにはまとまった量がやっぱり必要なので、パサートの状態ぐらいまでいってないと思ってたんですが、いろいろお話を伺うとかなりですね、まあ、汚れの強度がね、強そうなんですね、皆様のその地域で。これはもうやっぱり
ね、日本全国同じようなことになっている可能性があるので、まあ、この岩心作戦をですね、あえて、まあ、ここでね、やったらどうですかというお話ししてるんですね。で、まあ、慣れてくるとですね、ご自身の状況に合わせてですね、お住まいの地域にね、この時期はなんかちょっと天候怪しくて危ないなとかね、氷が降るぞとかね、まあ、氷がね 100% 防げるかどうかはちょっと物の大きさにもよりますが、当然ながらですね、この直接ね硬いものが当たった時にシリコンがあれば、その逃げてくれますんで、その最小限にですね食い止めることも可能だと私はね思ってますね、氷とかも。なのでそういう時期ね、ご自身の地域の特徴的なですね、その天候状況を察知すればですね、なるべくちょっと厚めに残しておくかとかね、この村をね活用して、非常に厳しい天候の時はですね、その場を何時間かね、数時間、数日間ですか、過ごすと、全部ね、拭き取ろうとしなくてもいいぞというようなね、ことが見えてくるんですよ。剥離盆ですね。剥離はまだしないか。やっぱ白くなって膨らんできてる。白くなって広がり始めてるやつですね。クリアワレね。まあ、こういうのがね、この屋根にはたくさんありますんでね、また処置してみたいと思いますが、まあ、クリアワレはね、こうやってはっきりとね、どんどん周りが綺麗になると見えてきますんで、でルーフなんかはですね、適当に掃除してるから細かいね、擦り傷がここ結構残ってるんですね。こういうとこね、見えますかね、これね。これは、あ、デポジットですね、これ。あ、これいいサンプルですわ。あのデポジットがシリコンで崩壊してくるっていうのはこんな感じですよ。さっき真っ白だったでしょ。あれがね、こんな感じでシリコンが染み込んで少し崩壊したんですよ、これ。真ん中が穴開いてますでしょ。こういう風にですね、徐々に取れてきますよっていう話をいつもですね、してるんですね。話を戻すと、まだ YMT ですよ。やらない、見ない、適当。ね、これが私のこのパスワードも同じ結果になっておりますので、非常にですね、難しい案件なんですね。よく言われるですね、距離が一番上だからっていうね、距離の問題ね、太陽との50センチの違いが、すごくですね、焼けるとかね、まあ、角度の問題だと私は思うんですね、当たり方の角度ね。だからまあいろいろと説がありますが、まあ屋根はね少々の理由で定着はしにくいかもしれないと。ただしこれは最初のことだけであって、シリコンが定着してくればボンネットとですね同じようなパフォーマンスが出ますので、ご心配なく。別アングルから見ていただくと、まあこんな感じですよ。まあどの角度から見てもね、村はねもうほとんどないでしょ。こういうふうにですね、一回ドブ付けやると村はですね自然な形で消えていきますんで、そうするとね、もうシリコンが岩心してきたよってサインですのでね、まあこれでですね光学変更特性が加わると仏壇ブラックっていうのは意外に簡単にですね実現できるっていうのはね、お分かりいただけたと思いますので、何も難しくはない、塗って拭き取るだけです。ただその真ん中にね、いろいろとハケとか使ってしっかりとね、汚れを落としていただくと、で、最初にね、やった時に、まあ、ムラがどこまで出るのかを確認しながらですね、こうじっくり見ればね、当然ムラあるんですよ、これね。ただ、そんな皆様が悩むようなムラではないでしょ。もうなんか軌道に乗りつつあるなという感じで推移してますでしょ。だからこれぐらいは初日に出せるんですよ。なので、シリコンをですね、拭き取った後に輝きのね、ポイントをですね、こすってみて、まずは見つけていただくと。本日ですね、この輝きを出すために使ったショップタオルの枚数ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。もう一丁あるんで12ですね、12枚使いました。まあ今回はですね、汚れが汚れですので、危ないので、これぐらいね、贅沢にね、ショップタオルを使いましたが、これがシリコンがかかってしまえば、こんな消費する必要はないので、2、3枚でいけますんでね。こういうひどい時はですね、ショップタオルをためらわずね、何回かチェンジしてやっていただくというのはね、傷をつけない上では重要なんで、最初だけはね、こういう感じで進めるんだよというのを覚えておいていただくとね、いいと思います。車種とかね、年数とかそういうものにも左右されますが、この車で12年経ってますのでね、これぐらいは楽勝で出せます。で、ゴルフは21年目ですから、ゴルフもそれなりにこれぐらいはいつも出てますので、
そんなね、難しい話じゃないんですよ。ということで、本日はですね、お悩みルーフを解決してみました。ありがとうございました。